どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、プニプニで200連ガチャね、やっていきたいと思います。妖怪三国志イベント第3弾ですね。3つのチームに分かれて、宝珠争奪戦いうことなんですけど、リンネが、なんかこれ、覇王リンネになってるんですよね。妖怪三国志キャラに。で、2つ目のチームがこちらですね。プニキュービ、ジュンイク。ふふ、キュートだからって、侮らないでほしいな。キュービが可愛いなっとるんですよね。二等身になっとると。で、3つ目のチームが大神官、硬いなんだけど、大軍師、硬いということで、みんなね、妖怪三国志キャラに変わってます。で、今回めちゃめちゃ強い隠しステージのキャラが、極オロチ、周遊でですね、めっちゃ強いよね。HP でも10万ぐらいだから、種族縛りで頑張れば、まあいけるかもしれんけど、やっぱ特攻が欲しいところっすよね。ちゅうことで、ガシャ回していきたいと思います。三国志ガシャの中身見てみると、Z ランクがハオリーネで 0.5% ですね。多分3日後ぐらいには、出現率アップで 1.2% とかになってるかもしれんけど。で、トリプル S ランク、プニキュービ、ジュンエーク。この2体が欲しいですね。今回は、とりあえずリンネ出るまでやろうかなと思ってるんですけど。で、ダブル S ランク新キャラが覚醒メラメラ4超飛に、覚醒吹雪姫商業みんな三国志キャラになってるよね。で、S ランクジュローグモ炎症かな 2.5% です。ほな行きましょうか。早速、10連行ってみま、ひょい。妖怪三国志のガシャ。ウィスパー孔明。黄色のカプセル3つか。いいね。カプセルも三国志仕様。あ、猫股も A ランク猫股とかウォール街も出てきてんね。どうなんだろう。200連で 0.5% のハオリンネ出るのか。ハオリンネもまあ楽しみやけど、他のキャラも全然魅力的よね。てかあれだ。ゴコロチ周遊に対して特攻なのが、リンネさん、プニキュービー、あと、大軍師、硬いだよね。20連目、行ってみましょい。リンネが終わったら、その、ゴコロチ周遊からのダメージダウン、そしてダメージアップ、効果、いずれも中ですよね。まあ、プニキュービーっても、勝てるかもしれんけど、あと、なんかワイポで交換できる大軍師、硬いがおっても、勝てるかもしれんけどね。まあ、リンネがかっこいいし欲しい、とりあえず。金のカプセルからは土の子さん、これはライトサイド？ほいほいほい。本日初の新キャラは ?S ランクのジョローグモ炎症。ジョローグモかっこいいね。顔の周りになんかつけてますけど。私と友達になりましょう。美味しい毒を作ってあげる。美味しい毒。30連目、行ってみまーす。なんか今回さ、三国志コインブっていうのが、新登場してるんですけど、それのガシャ中身も、Z の覇王リンネとかラインナップしてるんですよね。三国志コインブはちょっと集めて一気にガシャ回してみたいですよね。A ランクのウィスパー孔明。ツーキュキュンター、タイトラポッチ。金のカプセル3つ、まず右上からほい。配信キャラーもう早速 WS 以上確定っしょ。 WS ランク覚醒吹雪姫小京かわいいっすね。オーラが凄まじい。ふっ、この私を本気させちゃったみたいね。覚悟しなさい、あなたに一生ついてってあげる。一生ついていくっていう忠誠心あるんやか、なんかちょっと怖いんやかわからんけど、めっちゃ可愛いね。吹雪姫少女。覚醒吹雪姫少女かな。で、S ランクのジョローグモさんが2体目と。これも新キャラ !Double S ランクなのか ?Z なら、これで動画終了。ドン！トリプル S ランク、プニキュービジュイク、すごい。マジか。マジか。僕の知略が必要なのか、いっぱいプニプニさせちゃうよ。イケメンのキュービーがこんな可愛く、右手でこれ浮いてんのが、プニ神様のそのプニオーラ的な、プニ玉的な、そういうやつですよね。すごー、トリプル S ランク、ヤッホー。今回のそのイベントで獲得 Y ポイントアップが、オロチ、極オロチ周遊いうことやから、早くゲットしときたいっすよね。ワイポ回収のためにも。40連目、行ってみましょい。リンネ、氷になるか。あと出てないのが、新キャラ何体だ ?1 体、2体出たから、あと3体か。いや、あと2体だわ。吹雪姫も出たし、あと覚醒メラと、リンネハンだね。うわ、すごい。冬ニャン曹操が2体も。いい感じで金のカプセル降ってきてるんやけど、S ランクの普通の吹雪姫消去かな。
で、トリプル S2 体目。左上は S ランクのエンマライオウですね。50連目、いってみよう。かなりいい感じ。このペースで、一気に Z も出てきてほしい。Z が出たら、即終了。てか、オロチ周遊、ゴコロチ周遊もゲットするところまで今回やりたいなと思ってるけど、ジバニャン劉備。色カプセルから降ってきてもええんやで。色カプセルから Z 降ってきてもええんやで。A ランクの猫マタン。金のカプセル行ってみよう。マジで。ちょ、待って。トリプル S の、なんか、プニキュービがめっちゃ出るんやけど、これ、技レベルマックスにしといた方がええんかな。で、必殺の秘伝書と交換みたいな方がええんかな。50連目 SS。 え、なんかめっちゃ出現率アップやからかしらんけど、めっちゃ出る。ちょっと待って、ほい、プニキュービジュニックの技レベルマックス。では引き続きいきましょう。60連目プニキュービが出たら必殺の秘伝書と交換ね。さあどうでしょう。そろそろ Z 来る。そろそろ Z 来る。60連目金のカプセルが4つ、すごいな。めっちゃ出るやん。金のカプセルから開けていこう。S ランクの吹雪姫に、トリプル S、プニキュービ獣育、何体出んのマジで。どうなってんだ ?S ランクのジョローグモでしょ。で、ヌラリヒョンと。技レベルマックスにしといてよかった。どうなってんだろうマジで。あとは Z と覚醒メラが欲しいぞ。持ってんぬっす。で、四つ目ちゃんでしょ。70連目、レッツラゴー。そろそろ Z 来るのか。毎回金のカプセルがいい感じで降ってくるけど、1個先にオープン。 S ランクのエンマ大王、オーラが出てるエンマ大王。これエンマ大王剣とかそんな感じ。ダブル S ランクの日野神さん。もう多分今回の新キャラ以外全て持ってると思うんで、これ Z 来たのか、もしかして Z 来ました。ハオリンネ、70連目で降臨。この私を友達にふふならば行きましょう。恨みに染まった悪の道、私の波動を見せてあげますよ。なんかアニメと同じような感じで言うてましたね。恨みに染まった悪の道、めっちゃかっこええな。似合ってんな。この中国風の格好も。覇王やからね。すごいで。あと、覚醒ミラーが出てきて欲しかったけどな。ウィスパー孔明。ドポニャン。で、ウサピョン。これウサピョン中達やったっけな。ということで、覚醒ミラーだけ今回レーズか。すごいな。なんか何にせよ、トリプル S の、キュービがめっちゃ出てきたね。プニキュービ順位く。ほえー。で、覇王リンネと友達になるだけで、エンマコインが受け取れるんよね。あと、覇王リンネの技レベル上げていったら、この三国志コインブームゲットできるっていうね。こんな感じでいくかな。必殺技も見てみたいんで、ゴクオロチ周遊とバトル行ってみます。大進化、大分子化体、もう後で、どうしようかな、ゲットすべきかな。ほい。ゴコルチ周遊仲間にするまでちょっと紹介してみようと、天ぷらまずあげときまーす。天ぷら盛り合わせ。ものすごく懐いておるぞ。このリンネさんの必殺技見てみたいよねー。サイズが14。なんかフィーバー中の方が効果あるっぽいけどね。どう？敵の、このゴコルチさんってダメージが1133でしょ。ほいで今どんな状態ダメージ453。ほう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 。ぼちぼちでんな。半減ぐらいって感じだよね。半減ぐらいか。そこでフィーバー入れるかね、これ。ちょっと、待って、ちょっと待って。よっしゃ、OK。フィーバー中にリンネハン。6度通りリンネ G。三国のマーク。うわぁ、リンネかっこよ。リンネかっこよ。グレンプニ地獄 G。デカプニつくんだよね。リンネさん。もうこれ11万超えてるから、これで勝ち確定だね。カチカチギルジー。この弾をね、消したんよね。そしたら、Y ポイントアップなんやけど。一発目、どうすか？落ちないね。ゴコロチさん落ちないね、一周では。
天ぷら揚げなんやけど、初クリアボーナスがミニ必殺の秘伝書でーす。まあ、こんな感じで、リンネさんとプリンキュービーおれば簡単に倒せますね。極落ち CU2 周目は落ちないね。ほい !3 周目どうすか極落ちさん。お、3周目で、3周目で極落ち CU ドロップなんですけど、早くね。なんかめちゃくちゃ早くない？これでめちゃくちゃ書くと怖いポイントアップできんじゃねー。嬉しい。嬉しいにー。俺の後ろに立つ者は必ず殺す。必ず殺す。たとえお前であってもな。絶対これ、極落ち周囲の後ろに立ったらあかんで、これあかんで。びっくりした。極落ちがおるときは常に前に立たないといけないね。